東、お互いの1点目はこうよく崩したなという点でしたよね。そうでしたね。これが26分の町田の先制シーン、ジョン・チュン軍のシュート、こぼれ球、井上、シュートももちろん素晴らしいですけど、あそこボックス内で起点作った、ここは森村のポストプレー、はい、からのこぼれ球ですけど、あそこ起点作った森村のポジショニングが非常に良かったと思いますね、はい、井上選手が2年ぶりのゴールということになりました。そして前半1対0で折り返して、後半立ち上がりの4分、これ西谷和樹と浜下の崩しから寺田、3年ぶりのゴール。まあ、前半はね浜下の良さがほとんど出せない中の前半でしたけど、後半になってね一気にポジションチェンジから流れが変わりましたよね。で大怪我から復活を期している寺田選手の嬉しいゴールがありました。そして72分の町田、ここからロメロフランク、今エリアの外なんですよね、誰も見てないですかね、これ見ると。まあ、田崎監督もおっしゃってましたけどね、分かってた、おそらくトレーニング、ミーティングで口酸っぱくやれてたと思うんですけど、それでやられたっていうのは悔しいでしょうね。最後は土井修太の今シーズン初ゴールということになりましたが、よく足を出していました。でこのまま逃げ切れるかと思いきや、西谷和樹のパスからここに森下がなんといて、改めてこのゴールどうでしょう。いや素晴らしいですよね、パワープレーっておっしゃってましたけど、こうやってね足元でこれだけのプレーできるとなると、今後フォワードでもちょっとね見てみたいですよね。ちょっとね大黒選手が怪我でというのがあるので、栃木のサポーターもちょっとフォワードやってくれないかなっていう。